さん、そして YouTube や Facebook を見ている皆さん、こんにちは。今日は越谷の駅に来ました、暑い暑い夏がやってこようとしていますけど、このしばしの風が気持ちいいですね。自転車に乗りながら買い物、そしてお仕事の帰り道、なんかこの風が癒されます。神は、私たち人間が作った神という神もあります。これが宗教ですね。しかしもう一つ、人間を作られた神がいる。何もないところから神は人間を作り、この全宇宙を作った。皆さん、あなたは神に作られた人間です。ですから愛されています。何もないところから、主は奇跡を起こされる。捧げますこの心、用いてください。主よ、北朝鮮に拉致された横田めぐみさんって方がいますよね。そのお父さん、しげるさんは少し前にイエス・キリストを信じて天国へ帰っていきました。このめぐみという名前は、ふさわしくないものに神が一方的に与えてくれる良いものという意味です。
私たちは生き残り、そして生き続けていくことができるでしょうか。コロナのこの問題は私たちの経済や私たち個人の疫病にかかるかどうかという問題ではなくて、日本全国また世界にまで及んでいます。で、聖書はですね、このような疫病が来るってことをあらかじめ予言しています。世の終わりが近づいている、そのような時に戦争がやってくる、そして様々な飢饉がやってくる、様々な問題がある、その中に疫病が書いたんですね。聖書がこのコロナを含めて疫病、これは避けられないことだよ、でもし避けられないことであるならばですね、これを受け入れることが賢明です。ウィズコロナって言いますよね、コロナとともに。で、これはですね、できれば避けたいんだけれど、神は私たちにこのコロナを与えた、しかし同時にこのコロナからの解決ともっと祝福を与えてくれる。人類はですね、100年ごとにやってくるペストや、またさまざまな疫病を通して知恵をつけてきて、そしてそれに対して新たな発明をしてきてるんですね。まあ、このコロナを通してもいろんな発明がねできている。で、これだけにおいてもね、この世界と日本はこのコロナを通して変わろうとして、私たちの心は昔へ戻りたい、経済的にまた元へ戻りたい、そういうことは起こらないんですね。パラダイムシフト、新たな日本、新たな世界、そして新たなあなた、それを私たちは生きていく、それが必要です。つまり希望があるんです。この日本は変わる、世界は変わる。しかしですね、問題は問題です。この志村けんが亡くなったり、また岡江さんが亡くなったり、また有名な人でこれにかかってる人がいます。イギリスの首相もこれにかかりました。まあ、こういう現実を見てるときにね、人はやる気をなくし、また落ち込んでしまうことがある。その問題を直視すると人は疲れてしまう。で、その時どうしたらいいか。問題を見るだけじゃなくて、ね、神を見てください。神に祈ってください。皆さん、それが聖書が語るメッセージです。あなたの今日問題が目の前にあったとしたら、神に祈ろうじゃないでしょうか。そしたら神はあなたを助けてくれる。で、人はですね、新たな世界を生きていこうとするときに嫌がらせをしてくる人がいるんですね。否定的な考えを持ったり、私たちが前へ進もうとするときにそれを止めようと足を引っ張ってくる人たちがいる。皆さん、そのようなときにね、どうしたらいいでしょうか。耳を貸さないことです。否定的なことに耳を貸さないこと、そして神に耳を傾けてください。で、疲れたときどうしたらいいでしょうか。疲れたときは休んでください。今日ここでですね、私たちは神を賛美してゴスペルなんです。もうこれがね、休みになるんですね。日曜日は教会へ行ってください。疲れたら神のもとへ来て休んでください。 Rest in the Lord、 神のもとで休みましょう。しかしですね、ゴミ屋敷、汚いゴミがいっぱいあったらね、もうそれでね、家帰ってね、やる気なくなってしまう。机を整理してください。またゴミがいっぱいあったら断捨離してください。皆さん、そのような時にね、人はね、元気になってくるんです。いらないものを捨てる。で、私たちにとっていらないものって何か。否定的な考えです。そして心配、恐れ、思い煩い、ああダメだ、大変だ。そしてね、一番大変なのはね、後悔です。後悔、あの時こう言わなきゃよかった、こうしなきゃよかった、こうしとけばよかったのにな。後悔がね、人からね、力を一番奪うんですよ。皆さん、神と共に歩む人生は後悔がありません。なぜならば神が私たちを導いてくれるからです。皆さん、どうぞ前向きがいい、
いや前ばっかり向いてるわけいかないですよね。後ろ向きになることもある。いつも問題を直視して、そして神と共に問題を乗り越えていく。皆さん、イエス・キリストは私たちの問題を十字架で背負って、そして死んでくれました。今日皆さんにそれを伝えに来ました。イエス・キリストを信じたら救われます。皆さんにそれをお勧めしたいと思うんですね。今ここに、今ここに主の霊が激しく望む力、火のように熱く注がれる、すべてのは、ゴスペルを通して福音を伝えに来ました。リクシムが来ましたので、リクエストできたらお願いします。わかりました。いや、せっかくだから聞いてください。結婚するときにね、歌うから、歌うから、yeah.
これも一つのゴスペル。ゴスペルっていうのはね、ゴッドプラススペル、神の言葉っていう意味なんですね。ゴスペルっていうのは、まあ、つまりですね、神の言葉に希望があり、神の言葉に癒しがあり、神の言葉が私たちを救ってくれるんだ、まあ、それが歌を通して伝えられている、もしねお時間あるようでしたら、そこのお姉さんもう一曲、何か知ってそうなゴスペルをねしたいと思うんですけれど、あ、じゃあアメージングレース行こう。アメージングレース知ってますか？そうそう、アメージングレースもこのキリスト教のアレンジ版とどっちがいいですかね。いいじゃん、アレンジでも。あれ、分かる3番。
っかで聞いたこと、ああそうですかそうですか、ありがとうございます。上手ですね、本当に。ね、ありがとうございます。本当にね、励まされました。はい、お元気で。はい、ありがとうございます。さて、コロナに負けない、励ましを私たちはこの歌を通して受け取ってもらいたいなと思っております。励まされたみたいです。ありがとうございます。新型コロナウイルスの脅威が今特に東京で広がっていますけれど、東京と隣接している埼玉県も他人事ではありません。しかし神様が共におられるので必ず収束させてくださり助けてくださいます。神に祈っています。コロナにも負けない、越谷の皆さん、こんにちは。コロナウイルスの脅威と、また皆さんの生活が豊かに守られるように、そのように祈っています。経済的な必要も大切です。健康も大切です。皆さんのお仕事が楽しくできることも大切ですね。人間関係も大切です。どれだけ自分の愚かさに気づくのだろうか、どれだけ人を裏切ったら自分の
越谷の皆さん、こんにちは。ゴスペルを通して皆さんに愛を伝えてきました。どれだけ人を傷つけたら自分の愚かさに気づくのだろうか。どれだけ書かれています。あなたは愛されています、愛されています、愛されています。幸せ、主の愛が
今日皆さんにこの喜び、イエス・キリストの福音を伝えに来ました。この3つです。イエス・キリストの福音は第1番目、イエス・キリストが私の罪のために十字架で死んでくださった。2つ目、このイエス・キリストは死んだ後お墓に葬られた。皆さん、キリストにお墓があるんですよ。青森県ではありません、イスラエルです。しかしイエス・キリストは3日も墓を空にして復活して今も生きています。イエス・キリストはこう語ります。私はよみがえりであり命である。私を信じる者は死んでも生きる、永遠の命を持つ。そう言われました。主は我らの太陽、恵みと哀れみの主、正しい道を歩む者たちに良いものを拒まない。主よ救いの神よ、義を持って治める方、主を恐れる者に注がれるあなたの栄光。三島さん、またね。太陽が昇るように、まもなくイエス・キリストは来られます。イエス・キリストはあなたを愛しています。 Jesus loves you。 主は我らの太陽、恵みと憐れみの主、正しい道を歩む主よ救いの神。
イエス・キリストはあなたを愛しています。今もその愛を受けています。イエス・キリストあなたは君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた。今もその愛受けている。越谷の皆さん、どうも。今日は私たちロゴデのネットワークのゴスペルライブ、そして、チラシ配りでした。まだ最後チラシを受け取ってもらうことができます。今日お疲れ様でした。今日皆さんにその疲れを癒してもらおうと思ってゴスペルライブをしておりました。約2時間のライブ、これで終了になります。大変、この街の皆さん、そして駅の皆さんには、お騒がせいたしました。ありがとうございました。皆さんの祝福を祈りつつ、また来月いつの日にか何日か来たいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。いや、すみません、ありがとうございます。そして YouTube の皆さんもありがとうございました。また、お会いしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。またやります。ライブやります。よろしくお願いします。お祈りお願いします。すいません、失礼します。